アルタクセルクセス2世、アルタクセルクセス2世ムネモン、アルダシール、古代ペルシア語、メディア語、アルタクシャスラ、紀元前430年頃から359、358年、は、アケムネスアサ、ペルシア王、在位イイ、紀元前404年から358年である。アルタクセルクセスの表記は、ギリシア語系によるものであり。 彼の知性は、アケメネス朝の章の中では最長である。その知性は戦乱に見舞われたものであったが、デロス同盟などにより傷つけられていた帝国の威信を回復することに成功した。少年は不明で、即位前の本名も伝わっていない。プルタルコスの対比列伝によれば、即位前の名前はアルサケスであったというが、これは古代ペルシア語人名アルタクシャサの中世パルティ。 五系ある尺をギリシア語系にしたもので彼の即位名そのものである。一方コロポンの歴史家ディノンは本名はオアルセスであったと記している。父はペルシア王ダレーオス2世であるがアルタクセルクセスが生まれた当時はまだ王に即位していなかった。ダレーオス2世が即位した後母パリュサティスは弟キュロスを産んだ。キュロス以外にもイボ兄弟が多くいたと言われるが クニドスの歴史カクテシアスは、パルサティスだけでも、ダレエオスの子供を十三人産んだと伝えている。プルタルコスによれば、理髪で野心家の弟キュロスに対し、アルタクセルクセスは、おとなしく穏やかな性格だったという。両親の希望で、スタテイラ、ヒュダルネスの娘と結婚したが、間もなくスタテイラの兄弟は、ダレエオス二世の歓喜に触れて処刑された。ダレエオス二世は、 スタテーラをも処刑しようとしたが、アルタクセルクセスは母、パルサティスを説得して、スタテーラを救う。紀元前405、404年に、ダレーオス二世が死の床に着くと、パルサティスは出来合愛する弟のキュロスを後継の王に押し、その根拠として、アルタクセルクセスが生まれた時はまだ、ダレーオス二世は王で測ったと主張した。しかし、ダレオス世は、この主張をけ、 長子のアルタクセルクセスを時代の王に指名し、キュロスはサルディス大衆に止められた。紀元前404年にダレエオス二世が死ぬと、アルタクセルクセスはパサルガ大で即位した。これを不満とする、キュロスは兄の暗殺を計画するが、ティッサフェルネスの密告で露見した。しかし母、パルサティスによる用語でキュロスは許された。紀元前402年。 長らく反乱が続いていたエジプトが王国から離反。さらに翌401年、サルディスにあった弟キュロスは、ギリシア人傭兵を多数集め、兄を倒しようたらんとして反乱を起こし、さらに、ペロポネソス戦争でキュロスの支援を受けていたスパルタは、反乱への支援を約束した。その年の秋、クナクサの戦いで、兄弟は激突し、大王はほとんど敗北しかけたものの、 こうを焦って突出した、キュロスが戦死し、アルタクセルクセス二世の王位は守られた。しかしキュロスが率いていたキリシア傭兵一万はミスミス。取り逃がしてしまった、キリシア傭兵の,の記録が、セノフォンのアナバシスである。キュロスに従っていた、イオニア諸都市はペルシアに反旗を翻し、それに介入して、スパルタの将軍ティブロン、デルキュリダス、続いて、スパルタを挙げしラオす二世が、 コアジアに侵攻し、小アジアの大使たちを相手に優勢に戦った。しかし、ギリシア本土でコリントス戦争が勃発したため、アゲシラオス2世は本国に呼び戻され、軍事的成功にもかかわらず撤退せざるを得なくなった。アルタクセルクセス2世は、ギリシアの政局にも深く関わった。コリントス戦争では、スパルタに対抗してアテナイおよびテーバイラ。 反スパルタ同盟側と同盟した。この戦争は、スパルタ優位に進んだものの、ペルシア王国による圧力の前に、紀元前387年に、サルディスで和平条約を結ばざるを得なくなった。大王の和訳スパルタの交渉代表アンタルキダスが活躍したため、アンタルキダスの和訳とも呼ばれると呼ばれる。この和平条約では、すべてのギリシアのポリスは、独立し、 小アジアやキプロスにおけるペルシアの主権、派遣が確認され、ペルシアに有利な内容であった。一方スパルタは和平の守護者としてギリシアにおける派遣と威信を得るも、間もなく定売に変わられることになる。積年の問題であったギリシアとの関係を安定させたアルタクセルクセス二世は、もう一つの問題であるエジプトに対処した。紀元前三百七十五年頃、 キリキア大主ダタメスをエジプト征伐の総大将に任命だが、ダタメスが自身の権勢を拡大することに疑念を抱いて、これを解任した。代わって、ファルナバゾスとアテナイジンイフィクラテスがエジプト討伐に出陣したが、ギリシアの遠兵も得たエジプト側の激しい抵抗にあい、遠征は失敗に終わった。その間、東方ではカドシオイ人の反乱が起き、アルタクセルクセスが申請した。 紀元前370年には、西方デラタメスが、サトラップの大反乱と呼ばれる反乱を起こした。従来この反乱で、ペルシアの支配体制は大きく由来がものと考えられてきたが、最近の研究では、そのような大反乱が起きた痕跡は見られないという。アケメネス朝は、各地のサトラップに大きな権限を与えており、例えばカリア大使マウソロスはほとんど独立状態であったが、 このような状態が、アテナイやテーバイから見れば、ペルシア帝国の支配体制が由来だと移り、事故のギリシア内での勢力慎重に有利に働いたことに影響された歴史解釈とされる。アルタクセルクセス2世は、後継者にダレーオスを指名していたが、これに不満を持った別の息子を起こすは、兄ダレーオスとアリアスペスを殺害した。老齢のため無力だったアルタクセルクセス2世はこれを、 木認し、紀元前359年のアルタクセルクセス二世の死後、起こすが多いを次にアルタクセルクセス三世を名乗った。ギリシアの歴史家の書物では、アルタクセルクセス二世は無力、入弱な人物として描かれており、ペルシアの堕落の象徴的人物として記憶されている。ペルシア戦争の当事者である、クセルクセス一世と並んで、ギリシャ文献での言及が多い。 同時代資料として小キュロスの反乱の当事者であるクセノポンによるアナバシス、ギリシア史ヘルニカともアルタクセルクセスの寺院を十七年間にわたって務めたギリシア人医師のクテシアスによるペルシカがある。そのタバビロンで発掘された年度版文書プルタルコスの大ヒレッツデニア旧約聖書の絵面記にも登場するが対照的にペルシア本国でのアルタクセルクセス二世についての 記録は極めて希迫でる。アルタクセルクセス二世はスーサに王宮を築くなど、祖先のダレーオス一世に並んで建築熱心な王で、彼の残した碑文もスーサやハマダーンにかなり残存している。これらの碑文の文章はダレーオス一世時代の代名詞や名詞の極用が崩壊して、当時の古代ペルシア語がかなり中世ペルシア語に向かって変化してきていることを伺わせている。 その墓所は、ダレーオス一世以後の墓所だった。ナクシェ、ロスタムではなく、その前のカンビュセス二世と同じくペルセポリスに、設けられた。宗教的には、以前の王がアフラマズダーへの消えのみを主張していたのに、大使、アナーヒターやミスライの信仰を許していた。一例として、アルタクセルクセス二世が、スーサに立てた碑文において、 ダレエオス一世が造営したアッパダーナが、アルタクセルクセス一世の代に消失したものを再建したものが、アフラマズダーノミナラズアナーヒータとミスラの御意によると記している。アルタクセルクセス、ラテン文字表記は、古代ペルシア語による、ペルシア王名のギリシア語系で、三人のアケメネスアサ、ペルシア王の名として知られる。古代ペルシア語の原型は、 アルタクシャサ、ラテン文字表記、名詞幹のみの形で、天職に属する国の持ち主を意味する。ギリシア語表記から、アケムネスアサ、ペルシア王名のクセルクセス、ハラワクシャヤールシャンで、創始、男子を支配するものを意味するに、窃盗時をつけた派生形の人名と誤解されやすい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。